パリオリンピックの卓球混合ダブルスで銀メダルを獲得した北朝鮮代表の選手たち待っていたのは思想検閲による処罰の可能性でした一体何があったのでしょうか北朝鮮が問題視したとみられるのが表彰台でのシーン北朝鮮の選手2人は銅メダルの韓国選手に声をかけられ金メダルの中国選手と共に写真に収まります 怖ばった表情を見せた後苦笑いをしたリ・ジョンシク選手、24、一方、キム・クムヨン選手、23は笑顔を見せていました。海外では、韓国と北朝鮮の選手が並んだこの場面を、団結の瞬間と称賛し、パリ五輪の重大ニュースの一つと報じました。しかし、この象徴的な場面を北朝鮮は問題視します。どこが問題だったのでしょうか。龍谷大学、 理想鉄教授、北朝鮮は韓国を敵と見なしている。親しくしてはならないという指示は絶対にある。これは北朝鮮に戻ったら全部問題になる。また、北朝鮮専門メディアの「デイリー n k は、金正恩金正恩総書記がトップの朝鮮労働党に、一番の敵対国。 韓国の選手がそばにいるのにニヤニヤした姿を見せたなどと選手を批判する報告書が提出されたと伝えています。賞賛から一転して処罰の対象となった代表選手。専門家が指摘するのは五輪選手への北朝鮮の常識を超えた対応です。龍谷大学、理想哲教授、外国を訪問して戻ると、必ず思想検閲、統括をしなければならない。 選手たちを待ち受けているのが思想検閲などと呼ばれる思想の調査です。2018年のピョンチャン、ピョンチャンオリンピックで話題となった美女応援団も受けたという思想調査。それは3段階に分かれ、選手たちに対して約1ヶ月にわたり行われるといいます。第1段階では出発から戻るまでの過程で、選手たちに問題行動がなかったかをチェック。